眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、あのね、昨日ね、ちょっと不思議なことあったんですよ。はい、ちょっとね、昨日そんなに夜暑くなかったんですけど、ちょっとまあ、暑くない時にタイミングよくって言ったらおかしいけど、エアコンが調子悪くて、はい、ちょっとね、寝苦しかったんで、窓を開けながらね、寝てたんですよ。そしたらね、この窓からこう、心地よい風がこう、ふわーって入ってきてね、で、窓にかけてるカーテンがふわーっとこうなってるわけですよ。で、ちょうど外の街路樹の街灯が、まあ、雰囲気よくこうやって、照らしてるんですけど、そのね、街路樹の街灯、いきなりガーッと明るくなったんですよ。うわ、なんだろうと思って、パッと見たら、そこに、街路樹の街灯じゃないんですよ。あのね、光ってる人間がいたの。昨日。いや、なんで笑ってるんですか？いや、なんで笑ってるマジっすか？いやいや、でもね、ずたー、もうやっぱ信じないんだ。ああ、なんかほら、ギターゼファーさんの彼女さんが言わなかった理由、どうせ信じてくれないだろうからって言ってたけど、もうまさに本当そうですな。いやね、ついに見ました。宇宙人。本当？宇宙人見ました。うん。いるんでね。っていうかね、これ、この先生が言った後に、私がこの話すると、もう本当に、あ、出た出た、ふざけてこいつら嘘言ってるって思われちゃうから、すっごいちょっと尺なんですけど、私は写真が残ってるんですよ。え、実は。これ昨日です。これ昨日です。本当です。本当。え、っていうか、ちょうど昨日？昨日です。同じ時に。時間も出てます、今。こっちで見ます。この安眠ラボラトリーチーム、同時に見てる。時間は、6時ですね。夕方の。はいはい。これ私の家の窓から見たやつで。あ、これね。何？急いで撮ったんですよ。おかしいと思って。これね、写真だと分かりづらいけど、肉眼なんとはっきり見えたんですけど、これね、うわ、6時って、太陽って、こっちなんですよ。これ、夕方の6時で、こっち方向的には、これ、東なんです。西はこっちなんです。だから、ここに太陽があるんじゃなくて、太陽の光がこれ。そうね。で、ここに、わかります？これ。赤と。本当だ。何これ？すごいでしょ？で、これ、うわ、これなんとか収めたいと思って、これ拡大もしてるんですよ。本当だ。すごいでしょ、これ。いや、これ、関係あるんじゃないですか？本当に。昨日。だから、多分、他の人も見てんじゃ、てか、あれこれ、周りもなんかない？これ、今の。もう一回写真見せたと。はい、これ、ここにもなんか、ポンポンポンってなんか。あー。まあでもそれ言ったら結構あるんですけど、一番びっくりしたのはこのね、緑と赤の光です。こっちが肉眼だと明らかに見えるんだけど、左が緑で右が赤だったんですよ。緑と赤だったんですよ。すごいでしょ、これ。いやー、なんでだろう。いや、わかんないですけど、これすごくない？これ。まあでも夕日が綺麗。いや、でも夕日じゃないんですからね、これ。そうか。びっくりしました、これは。そうなんだ。夕日じゃないの？これ。これ。夕日じゃないんですよ。これ、東の空なんです。正確に言うと南東なんですよ。ね、南東なんですよ。で、西はこっちなんですよ。だから。西には夕日は出てるの？ちなみに。6時だから出てると思います。すごいでしょ、これ。これ本当ですから。これはちょっとじゃあ、私たち、ラジオですけど、これ一応動画載っけときますね。動画っていうか、この画像。不思議でしょ、これ。思わず撮ったんですよ。何ですかね。ね。なんだかわかんない。それで、僕は夜ですよ。夜中ですよ。そっか。夜中。じゃちょっと時間帯は違いますね。そう。マンションの廊下みたいなところに人が立ってるんですよ。はい、光ってる。いや、もちろんすぐ消えましたよ。すぐ消えた。だから変な話、いや、それ夢でしょうとか、起きてると思ってるでしょうけど、それ夢でしょうって。僕、違うんですよ。もうそんな簡単に僕寝ないですから。そうですよね。そう。それでそれからもういろいろ作業したりとか、YouTube いろいろ探したりとか、いろいろ時計を磨いたりとか。
時計磨いカメラ磨いたりとかやってる最中の話ですから。あ、そう。うん。うん、いや、でね、まあちょっと、うん、これ、あ、じゃあ、やっぱ本当なんですね、その話。いや、本当ですよ。え、じゃあ、すごい。だから、ね、そう。同じ日って。いや、すごい。いや、だから変な話、うん、この、これがもしかしたら UFO で、うん、ね、うんうんうん、ちょっとこう、もやがかかってるように見えるけど、うん、こんな丸いやつ。うん、で、それがこっち来て、うちのマンションに来て。うん、可能性全然ゼロじゃないですよね。でも、これ、関わりが、あるかもしれないですよね。え、この目撃情報とか知りたいな、他にいたのかな。で、ね、でも、なんで言わなかったの今日、これ。忘れてました。先生の話聞いて、そういえばと思って、先生は嘘だけど、私は本当だと思っていきなり思い出したんですけど、先生も本当なんですね。そうですよ、そうですよ。それすごいな。いや、本当です。へ、うん、忘れるんですね、やっぱりちゃんとね。ね、で、忘れ。あ、すごい、やっぱり、アセンションすると違いますな、本当に。めっちゃ、うん、めっちゃくちゃバカにされる。本当、アセンションすると、バカなやつって、バカなやつってやっぱバカなんだって言われてる。でもそうですよね、今。そうそうそう、そうなんですよ。うん、思い出した、いきなり。へぇ、うん、不思議でしょこれ。ね。でも、ほら、でも、ほら、宇宙人見て、忘れちゃう人と忘れちゃわない人。うん、ね、だ忘れさせられてる可能性だってあるんですよ。そっか。うん。でも、この光何だったんだろうなって、本当に思うな、うん、そもそもこっちが明るいのがおかしいんですよ。夕方なのに。そうね。うん。うん、なんか、ね、僕らって、うん、UFO って機械だと思ってるでしょ。うん、そもそも機械じゃないかもね、あれ。もしかしたら、うん、金属とか勝手にそう、はいはいはい、マシンだと思ってるでしょ、はい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 、みんな UFO って。そうですね、違うかもね。確かにあれは、うん、これそうですね、うん、ちょっと証拠に後で朝日の、ね、これがね、あれも見せますね、朝日の映像、うんうん、私ね一時期朝日を撮ってたことがあったんですよ、綺麗な朝日。そうなんだ。同じ方向ですから、時間帯違うのに。ね、でもこなかなかね、それをどうやって伝えればいいか、まあ、分かんない、分かりづらいっつったら分かりづらいですね、これね、うん、だから逆に期待させてみたら、なんだこういうやつかっていう感じにも取れる、うん、うん、画像になっちゃうんですよね、 UFO のやつとね。あ、うん、これが赤一色だったら、うん、なんつうんだろう、なんかの見間違いっていう気もするんですけど、そうそうそう、はっきり赤と緑の光、うん、っていうのが。そう。で、あの、この間ね、そういえばコメントで、はいはい、なんだっけかな、田舎の家でちっちゃい時に、うん、田舎でなんかほら、山の方向向いたら、うん、山のところに人がいて、うん、で、その人が裸で、うん、で、不審者だったっていう話。ああ、ありましたね。うん、あの話あって、うん、不審者だったって言うんだけど、あの、僕ね、その経験何回かしてるんですよ。田舎行った時に、うん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 、逆にその不審者って覗いたりとかするんですよ、部屋の中。うん、要はあの、まあ、ちょっと UFO の話からいきなり飛んじゃっておかしい、うん、変な話だけど、このコメントであったんでね、うんうん、見ました、そのコメント。見ました、見ました。そうそう。僕はちっちゃい時にね、田舎行って、うん、寝てたんですよ。うん、寝てて、で両親も寝てる状態で、うん、僕あのね、その時ドアを叩くというんですかね、うん、風がドアを叩いた時に揺れる音あるじゃないですか、うん、昔のドアってガラスが鳴るじゃないですか、うん、ガタ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 って、うん、でガタガタガタって言うから、うん、パッと見たら、うん、そう、部屋の中を覗いている人がいて、裸なんですよ、それが、うん、男性ですよね、男性。いやだからもうちっちゃい時の記憶だから、逆にそれは不審者って思ってないですよね、なんか神様とか幽霊というよりも神様か、うん、狼男とか、うん、そういう風か捉え方をして記憶に残ってるんですけど、うん、あ、まさにそういう系だと思って、うんうん、昔いたんですよ。これで、うん、そう、遠くからこうやって見せたいわけでしょ、自分の裸を、不審者って、うんうん、だから変な話、その誰も見てくれなかったら今度お家のところまで行って誰か起きてないかなみたいな、予備の名残みたいなところあるんじゃないですか。あ、なるほどね、うん。ごめんなさい、ちょっと宇宙人の話から飛んじゃった。
そう。これだからもう検証のしようがないんですよね。うん、せっかくこんなすごい写真があるのに。ね、そうだ、未存だ。ね、体験ゾーン、そうそう、体験した人が一番辛い、ね、うん、検証もできなければ人に信じてもらえないし、うんうん、横にもう一人でもいれば面白かったんでしょうね、うんうん、本当だね、私の家族息子でもいればよかったんですけど、一、うん、人しかいなかった、写真撮るしかないから撮ったんですけど、そうそうそう、うん、あのなんか、なんか 3.11 の時に、うん、新宿西口の上で UFO がこうたくさんこう見えて、うん、それで、あ、UFO だ、私こんなの初めて見たとかって言って、新宿のあの写真とかね、うんうんうん、あんなの目の当たりにしたとしても、うん、やっぱりピンとこないし、それが本当に UFO なので、はい、本人も半信半疑になっちゃうんですよ、はい、どうしても、そうです、本当そう、うん、自分は何を見てるんだろうっていまだに思うし、そうそう、その時も思ったし、うん、でほらまた動いてくれたら、うん、あ、 UFO だなとか思うんですけど、うん、動かないですよ、あ、ね、そのまんま、うん、なんか逆になんかの UFO とかじゃなくて科学現象の可能性もありますもんね。例えば、あ、これはね、よく光の屈折で信号機がこういうふうになんか反射して蜃気楼みたいな感じで見れるんだよっていうことなのかなって思えるような感じでもありました、その時は、うんうん、まあ今でもそうですけど、あ、そうか、うん、屈折で ね、 っちゃうよね、どっかの信号機が屈折で見えてるのかな、光の屈折で、ね、あと虹の可能性も考えたな、昨日は、 あまりにも綺麗、ね、だったから、そうだね、うんうん、これから雨降るぞっていうタイミングだしね、そう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 、うん、そうそう、うん、なんか不思議でしたね、うん、そうですか、まあ、じゃあ UFO トークってこんなもんなんですよ、実際怖くないんですよ、うん、別に、あ、だから何なのっていう話になっちゃうのね、うん、結局この前何回か前のあれでメキシコはあの、はい、UFO が目撃情報が多いって言ってましたけど、そうそう、そう、街の中の人たちに聞いても、うん、あ、そうよ、別にしょっちゅう私たちは日常茶飯事よっていう、うんうん、面白い話でも何でもないんですよね、うん、UFO ってね、でも私今考えてみればそれまで忘れてましたけど思い出したわけじゃないですか、この写真、うんうん、この話するたびにこの写真役に立つなと思って、あ、うん、まあね、でも今回この話で満足してくださればの話ですまあ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 、そうですよね、それ以上のあれがないからな、いやだからね、せっかくだったらもう連れ去られるぐらいの方が良かったなと思って、アブダクション、うん、連れ去られちゃったらもう話めちゃくちゃ盛り上がるじゃないですか。それこそ。帰ってこれればね。まあ、あれ帰ってこれない人もいいんじゃないの？神隠しってよく言われるように。いるのかな？うん。あ、いるのかな？まあ、いるか。じゃない？いるか。だって帰ってこれるかどうかなんて UFO、宇宙人次第なんだから。でも帰ってきたっていう話多いじゃないですか。多いね。その体験したかったな、乗って帰ってこれればね。でも誰も信じないんだろうな、それ。何のために乗せんのかね。ね、うん。でもそう考えると、ギターゼファーさんの、うん、そうだ、あの彼女の M さんの話ね、うんうん。あの M さんは、これは言っても信じてもらえないと思うから話したくないって言ったわけじゃないですか。そうだ。でも、本当に私がその体験をした場合、うんうんうん、話したくないと思う、人に。だって、これを例えばですけど、堀田先生に話したとするじゃないですか。そのアブダクションの話が自分がしたとして、うん。そしたら、あ、こいつ頭おかしくなったと思われるの嫌だなって。そうかな。まあ、堀田先生にはないか。でもね。信じるし。知り合い、うん、知り合いレベルだったらあんまり話したくないから、うん、逆に。へぇ。だって絶対信じないし、はあ、信じないってことは、私のことを変人か嘘つきかって思うわけじゃないですか。うん。そう思われるぐらいだったら、まあ、心の中に留めておこうかなって思うだろうな。そうなんだ。で多分、M さんの気持ち今初めて分かった。へぇ。うん、僕なんかそのみんなに話すよ。ね、まあそう、まあ先生には話すかな、だから、うん。うん。あ、そうですか。うん、みんなに話す。
みんなに話すよ、もう知らない人だろうかな。でも多分、まあいいよね、先生の場合話しても、誰も、あ、まだ堀田先生が面白いこと言ってんなって思われるだけで済むじゃないですか。なるほど、なるほど。これそうじゃないキャラが言ったら、多分やばいやつだと思われますよ、それはやっぱり。かな思うでしょう。だどうしますよ、ね、だ自分の、うん。なんだろう。それイントロを、イントロ考えます、まず。ああ。イントロが重要だと思います。うん、なるほどね。うん。だからもう変な話、うん、UFO にアブドクションされた時の話を、うん、話す前に、うん、ナンパする時のイントロダクションと同じじゃないですか。どういうこと？どういうことですか？ちょっと説明してもらっていいですか？例えば、だからナンパと一緒ですよ。ね、お姉ちゃんちょっと遊びに行かないとかって言ったら断るじゃないですか。うん、だから、最初に、いやね、私本来ならばねっていうところが始まるわけですよ。あ、それその先聞きたくなりますね。だから本来ならば、ね、こんなこと本当は言うべきじゃないし。はい、うん、ただね、今日はお日柄も良く、ね。で、もしね、お時間さえ許されれば、はいはい、私はあなたとお茶をしたいって言いたいところなんだけど、断られます。まず断られる。ね、ただ、僕が一番今、あなたに質問したいのは、断る理由を一つだけ、三つぐらいあるでしょう。でも、そのうちの、三つ話すんじゃお時間取らせちゃう。一つだけで教えていただくことだったら、そんなに損はないでしょっていうところから。もう、その時間立ち止まってる時代でもほぼ成功ですもんね。そうそうそう。なるほど。学生時代それやったら、いや、ないよって言って、じゃあ行こうかって話になったことが一回ありましたね。すご。うん。いや、その、本来ならば、入ってくるのそれ、聞いちゃいますね、それはね。ああ、うん、それで。アブダクションもそうですよ。あ、なるほど。本来ならば、こういうことは、もう絶対言わない。だよね、ちょっと、ほんと不思議な子だって。普通だったらこんなのね、アホだ、変人だ、いろいろ言われる、それを怖がってね、多分言わないんですけど、みたいなところが始まって。ちょっと、伝え始めようかな。なるほどね。そうか、うん。もうその、アブダクションよりもそのナンパの話にちょっと感心してしまいました。あ、そうですか。そっか、それは。いや、僕でもナンパなんかでもしないですよ。しないです。基本しない性格だし。しないけど、なんかナンパ、ほら、いたじゃないですか、長屋くん。ナンパをが、俺できるんだ、みたいなこと言ってるやつで。お前なんかやったことねえだろうとかって言って。バカ、俺がやったら絶対引っかかるよ、みたいな話をしてて。じゃあやってみろよ、みたいな。はいはい。で、やったんですよ。すごい。うん。そういう経緯があったんですね。そうそう。え、あれ山崎さんいなかったかな？いや、いそうですね。その。恵比寿で。恵比寿。恵比寿で。それで、女の子と一緒に喫茶店入ったじゃないですか。恵比寿の三越の下の喫茶店に。入りました、入りました。あれ、それやって引っ掛けた人です。あ、そうだったんですね。そうです。あ、そう、うん。私たちの本当に数少ないナンパ体験ですね。あれだ、最初で最後ですもん。そうか、そうか。うん、そう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 。でも、自信つきましたもん、僕、あれで。うん、なるほどね。まあまあ、そんなところで。まあ、ちょっと UFO の話から、うん、なぜかナンパの話になっちゃいましたけどね。いや、今日も先生、ありがとうございました。はい、いや、とんでもないです。では、もしよろしかったら、いいねボタン、チャンネル登録、高評価ボタンと、コメント欄に熊の目撃情報と、あ、そうそう、UFO の目撃情報ね。そうですね、そっち欲しいですね。あったらね、コメントよろしくお願いいたします。はいはい、別に UFO でも、熊でも、うん、それ以外でも何でもいいですからね。うん。はい、いや、熊最近すごいでしょ、でも。確かに。熊。確かに。ニュースすごいですね。いよいよようやく。いやいや、ほんと先生の言ってることが、ほんと公になってきましたね。そうなんテレビでバンバン言ってますもんね。そうでしょ、うん。すごい。そのうちほんとそうなるし、もう、そのうち来ますよ、渋谷に。熊。渋谷には来ないと思います。言ってるけど、渋谷に来る時代来ますよ。そうか。うん。例えばさ、山梨県で女の子がね、小学校1年生がいなくなった時、うんいなくなったでしょ、はいはいはい、で、みんなあれ探したじゃないですか。いないじゃないですか。はい、ねいやいや、話ちょっと長引かせてって思うかもしれないけど、ね僕最初からあれ熊の仕業だと僕思ってますよ。うん、でも今みんな熊って言わないじゃないですか。言わないです、ね。熊の可能性があるって言って調べるんだったらいいんですけど、熊の可能性ない前提で調べてるんですよ。そうですね。排除してましたよね。うん、そう。だからどっかで怪我してるんだとか。うん。
僕はもう最初から今でも熊が原因だと思ってるんですよ。うん。だってあれ探してる時に捜査員が熊に襲われてますよ、あれ。あ、そうなんだ。うん。熊ちょっと調べてみていただければわかりますけど。熊恐ろしいんで皆さんちょっと気をつけてください。はい。では来週は熊特集でいきたいと思います。ではおやすみなさいませ。おやすみなさい。